品プンプンペ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 ンポを紹介するよ。ティアラチャンネル。はい、ということで今回はユナが学校で使っているペンポの紹介をしていきたいと思います。ではまずこれですね。はいこれがユナのペンポです。このペンポはチャックがほら2つあるから両面使えます。本当だ、使いやすそうだね。めっちゃ使いやすい。これね、こっちは、まあ、横向いてるじゃん、この子たち2人。確かに。でも後ろ向かすと後ろ向いてるんですよ。では中身を紹介していきたいと思います。 OK です。はい、じゃあまずはペン形ですね。ペン、お、ペン形、ペン形ですね。まずはこれ、無印のカラーペンです。やっぱさ、無印のカラーペンってさ、シンプルでいいよね。確かに、可愛いよね。揃えると可愛い、カラフルで 0.38 だからめっちゃ細くて書きやすいです。次はこれ、赤のボールペンです。これはダイソーさんで購入しました。ジェットストリームのボールペン、これかっこよくない？黒で赤だけど黒っていうね。名前もかっこいいもん。そう、ジェットストリーム、キラーン、キラーン。次は定規です。この定規はどこで買ったか忘れたけどファインディングドリー。なんかさ、夏ってさ海って感じがするじゃん。確かに。だけ海を取り入れましたよ。次は後ろ行きますよ。お、後ろには何が入ってるのかな。こちらちょっとユナがね一番おすすめしているねシャーペンが入ってるんですよ。お、それはね、じゃーん、ニコラとコラボしたシャーペンです。かわいい。これめっちゃかわいいね。これ何種類かあって、ね、うん、ユニコーンとかもありました。へえ。これさ、見えるかな、手紙がめっちゃ入ってるの。かわいい。ポストみたいじゃないでね、これね、この中さめっちゃカラフルやん。うん、これね、これ開けたら順番が変えれると。え、そうなんだ。うん、じゃ友達と交換してもいいよね。そうそう、これね持ってる人多いからめっちゃ交換してる人いる。それでね、友達のね輪もね広がっていくし。そう、やっぱさ友達の輪って大事だからねこれで友達の輪を広げよう次はこれ、これはティアラのクリスマスプレゼントで当てたシャーペンです。かわいいもんね。これめっちゃかわいいし、こう胸ポケにさ引っ掛けれるところがいいよね。ああ、いつでも使える。そう、シャンってそんなにみんなに自慢してるの？そう、シャン、シャーペンよって次次はじゃん、蛍光ペンです。まあ、これはね大事なところに線引いたりしているので役が立っています。蛍光ペンはよく使うもんね。うん、やっぱ蛍光ペン大事よみんな持ってるからね。やっぱりね欠かせない、じゃん、シャーペンの芯です。これ、ここがボールペンみたいにカチカチできるの。へえ、すごいよね。どうするの？これこうへこんでるときに、ほら、へえ、出せる。すごいこれ。これはダイソーさんで購入しました。お、ユナのおすすめのペンの太さは 0.5 でございます次、じゃん、鉛筆です。やっぱり鉛筆は美術の時とかにいるからいつも持ち歩いてます。ほう、次はじゃん、ハサミです。理科とかでプリント配られた時にノートに入りきらんプリントがあってね、そういう時に使ってますよ。切ってシャカシャカっと、うん、次は消しゴムと修正テープです。この消しゴムは前アリサちゃんとハーモニーランドに行った時に購入しました。かわいい、ぐでたま、ぐでたま、温泉、温泉に入ってるんですね。ゆで卵になりますよ。あ、やっぱ大分だったかなそう、やっぱ大分やけん温泉と卵ですね。以上です。はい、
い、ということで今回はユナが中学校で使っているペンポ紹介をしました。皆さんどうだったでしょうか。よかったらこのユナが一番おすすめしているシャーペンチェックしてみてね。バイバーイ。バイバーイ。